はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。今日はですね、ノラ適性がめちゃめちゃ高くて、ウェルペイドリーグのパラレルワールドのティア表でも、まあ、S ランク認定されてたソルを使っていきたいと思います。まあノラシーズンということでね、まあノラ適性の高いキャラ、まあ、特にアタッカーがね、まあ、連勝しやすいんかなって思いますけども、まあその中で、まあ、僕ウェルペイドリーグの、まあ、パラレルのその作ったティア表っていうのを参考にしてソルがいたんで、ちょっと使ってみました。まあね、他の強いアタッカーに比べてソルってヒーロースキルが弱いんですけど、まあその分他の性能がとても高いので、まあまあまあ強いんじゃないですかね。あとバイパーがあるんで、まあある程度捨てがなくてもなんとかなるっていうところもまた強みのうちかな。でこれで2対2で、まあ初戦は武術化ソルしてます。武術化ソルのいいところは、まあ可能に当たりにくいっていうところとあとガンナー詰めやすいってところかな。でまあスプリンターにも追いつけるし、であとポータル管理もしやすいっていうところもありますね。まあ移動が速くなるんでとてもいい。はい、やっていく。でこれで尻取れますね。まあ生存してるだけでアタッカーは相手の圧になるんで一番大事。まあ生存能力が上がるっていうのも武術家のいいところですね。まあただウェポンが一つなくなるんで、まあ通常とかバイパーとか、まあちゃんと上手くないと難しいところかな。僕もアソル多分1500回ぐらいは多分使ってるんですけど、昔はね、メカーバカンソルとかでだいぶ頑張ってましたね。150ぐらいでずーっとソル使ってました。まあ最近あんま使ってないけどね、スプリンターばっかなんですけど。で、まあ、昨日はね100勝 RTA 頑張って疲れたんで、動画出せませんでした。死んだように眠りましたで溜まってないんでヒーロースキルかけなくて、コフィンに立てされていくと、まあこれは無理かなーって思ったけど助けてもらいました、ありがとう。いやね、まあ感想はまた配信かどっかで喋ろうかなって思うんですけど、まあだいぶ疲れましたね。まあもうやりたくはないかな、やりたくないけどみんなにはやってほしいかなって感じですね辛いことはみんなで共有して話のネタにしたい。でソルのメダルなんですけど、僕は足7かな、はい、ヒーロースキルで勝ちと。まあ足目がいいかなって思います。もともとソル足遅いんで、これでもかなり遅いから、まあ足目、足球が一番強いのかな。まあ足6研さんでもまあ全然 OK かなっていうぐらいですかね。はい、まあ、そんな感じで次の試合いきたいと思います。はい、まあ、野良最強デッキはこれだっていうタイトルなんですけど、まあ、正直、まあ、最初に紹介したデッキが僕はもう野良だったら、まあ、一番勝ちやすいかなって思ってます。やっぱ扱いやすいっていうのが、その長く潜る上で強いね。次、引き連ゆららなんですけど、まあ、これは引き連ある人向けなんで、まあ、いろんなデッキについて話していこうと思います。まあ、まず、まあ、武術家ゆららは、まあ、さっきも言った通り、ウェポンが1枚なんで、まあ、考えることが少ない。ゆらら切ることだけ考えてればいいし、まあ、転倒とかバイパーとか、まあ、バイパーはめれなかったらゆららでもう一回転倒させてってこともできるんで、でこれは引き連でポータルの範囲外に出して、まあ、ポータルゲットするっていうね、まあ、倒すことはあんま目的じゃなかった。ダメかあったらやばかったから、まあ、そうだから、あとはマジウラかマジアバか、まあ、メカアバはちょっとねユララアバかかシナジーがないから難しいかなって思います。起点になるカードがないから、やっぱ武術家はまあ通常起点でいけるし、マジアバとかマジウラは魔術起点で攻めれるんで、
まあ、そういう面ではいいんですけど、メカって言っちゃうわ、ユララーバカンになると、まあ、味方の起点拾うことしかできないんで、アタッカーがなんとかするっていうのが難しいんですよね。まあ足遅いから通常で削りに行くのも難しいし、これ相手うまいわ、引き連転倒防いでんの。そう、怖いからこうやってあんまりね、加速もないのに通常で殴りに行くの難しいんですよね。そんなに耐久があるわけじゃないから、うん、あ、だから起点となるカードがあった方が、まあ、ノラは勝ちやすいかなって思います。大体 HS 来たんで、まあ、これは死ぬしかないかな。はい、やられていくと、あ、しょうがないね。でまあ、ただ味方は溜まってるんで、これで復帰して勝ちですね。全然勝ってないですね。45秒だった、見てなかった。やばい、1日ね、もう終わっただけじゃなくて開けただけで何を喋ったらいいのか分かんないです。誰か助けてくれ。この辺はこれ綺麗に受けれましたね。はい、ゆらら、まあ、低耐久は簡単に倒せると、まあ、ゆらら強いね。まあ、ただゆらら積む場合はある程度捨てないといけないから、僕ね、なんだっけ、百姓 RTA だったかな、忘れちゃったんですけど、普通に野良だったか忘れたけど、あの武術家家がアバカンガブの210でちょっと野良潜った時に捨てなさすぎて通常のダメージマジで入んなかったんですよ。まあ、だから、まあ、ある程度捨てないといけないのかな、通常主体で攻めるんだったら。うん、バイパーはね入ったんですけどね、ダメージ。はい、お次はマジスクユララかな、やっていきたいと思います。うん、で相手がジャンヌ流 GBG ということで、まあ、かなり耐久がありますね。ゲームマズガクガールも結構最近熱いキャラで、ちょっと使って動画にしたいなって思ってるんですけど、まあ、ノラシーズンだからね、なかなかフリーバトル潜る機会がないんですよね。で僕なんかもうコンパス病気で、なんかもうタクシャルティー終わったらもうコンパスなんかしねえわって自分で言ってたくせに、次の日っていうかもうその夜寝て起きたらなんか潜ってたんですよね。あ、待って、もうすぐ S6 やんとか言って、で潜って、で漏れなくて、うわーやっぱやめるわっつって、でまた寝て起きて、あー、じゃあコンパスやるかっつってまたやって、でさっき S6上がれたんですけど、さっきって言っても分かんないか、まあ夕方ぐらいにね、動画撮る前にね上がれたんですけど、もう病気っすね完全に。いや、このバイパーでかい。まあ相手に可能音がなければ割とねバイパー出しやすいんで、いいっすね。まあ、やっぱ野良シーズン金アイコンとか入ってるキャラって、まあ大体アタッカーだから、まあ本当にガチで短期間というかいい勝率を取るんだったらアタッカーで、まあ上手いプレーをした方がいいのかなって思いましたね。まあスプタンでもね、時間かけたりすれば全然は勝てるんですけど、まあ僕もね実際スプリンターで野良シーズンはいつも走ってるんで、まあやっぱキル系統を握る、であと可能に握れるっていうのが、まあ、さっきルミナスでも話してたんですけど、その金アイコン狙えるキャラっていうのを、まあでかいかなって思います。ガンナーも、まあ、いくら火力を出せたとしても可能にないと、まあ、積む場合があったり耐久されちゃう場合はあるので、うん、やっぱみんな可能にの重要性はね、上手い人たちは分かってますよね。まあ、だからガンナーの可能にも野良シーズンに限っては結構ありかなって思いました。まあ、普通に固定とかでやるんだったら、
まあ、イリアとか積んだ方が、まあ、シナジーっていうか、まあ、相手はバフ積んでる可能性もあるしいいと思うんですけど、はい、これ飛ばす。ノラシーズンに限ってはまあ可能ね、ガンダーありだね。まあ大体1回は当たるんで、1試合でバレてなければ。これおしゃれじゃない、カノーネにサクラ。これサクラの強みですね。で勝っていくと。この試合は、まあ、マジスクあんま使わなかったんですけど、味方がちょっと前張ってくれたんで、まあ大体味方がなんとかなってくんない時はマジ裏でね、タイマン頑張って落として起点作るっていう感じになるのかなって思います。はい、はい、ラストはギリギアステージ。まあ、ここのら結構きついね。まあ、月曜からステージローテ入るんで、またね、ステージごとに強いキャラとかあるんで、まあ、キャラ偏ってくんのかなーって思うんですけど、どうなんですかね。ちょっと思ったのが、みんななんかシーズン、レート上がるペース早くない？今もう S7 いるんだよ。2人か3人ぐらい。えぐいよな。出力上がったばっかで、でもやばいっすよね。まあただ野良でその勝率70とか80維持するのかなり大変だから、うん、まあ多分そのまま乗り切って盛り切って逃げ切って金アイコンってことはないと思うんですけど、まあだからどのタイミングで持っても一緒なんだよね。結局最終日とかまあでも連れ込むと思うんですよね。固定のシーズンみたいになんか勝ち逃げみたいなことはないとは思うんですけど、でこれちょっとポータル管理したいから広げます。デズはちょっと厳しいと思うけど、まあ、それよりか足が速いと思うんでそんなに援護は必要ないかな。通路が待って逃げれば、まあ、足遅いんでね。それ真面目なければなんとかなる。あ、やっていく。いいね。はい、削ってポータル取っていくと。で僕が昔使ってたというね、ゆららアバカン使ってます。まあ見ての通り起点がないので、相手が攻めてきたところにカウンターゆららとか、まあ相手の足が遅いよかったら、まあ、さっきの芥川戦みたいに、まあ、詰めれるんですけど、まあ、その集団戦とかで敵にね、あの可能に持ちがいる状態とかアタッカーがいる状態で前張って戦うっていうのが、まあこのデッキだと難しいのかなって思います。まあ、ただなんかゆららからのアバカンとか回復からのアバカンとか、まあ、結構みんな連切りすると当たってくれるんでいいですね。で味方がね僕にキルくれたんで、まあ、こういう優しさ大事。まあ、野良だったらね、どんどん味方っていうか味方にソルがいてもキル取っちゃっていてもマジでどんなことが起こるか分かんないから、倒せるうちに倒そう。でこれはもう戦う必要ないんで、ギリギリまで待ってから敵がしびれ切らして詰めてきたら倒していくと。マジでそのシーズンというか、まあ、ノラシーズンじゃなくて、ノラ全体、いつでもなんですけど、言いたいことは、戦わなくていい時に戦わなくて、戦わないでほしいですね。マジで、それはいつも思ってる。まあ、って感じで、まあ、ソウルを使っていったんですけど、まあ、そこそこ、まあ、200あれば銀アイコン取れるぐらい、って感じで強いんで、まあ、ぜひ、皆さん、使ってみてください。まあちょっと癖あるし足遅いから難しいかなって思うんですけど、まあ頑張ってみる価値はあるキャラではあると思います。はい、ではさよなら。